それでは出席を取るぞ。ナルトは来てないのか。牙は見てないか。知らねえな。それに俺はあいつに興味ねえし。おいおい。あ、すいません。すぐどきます。待てよ。俺はもう行くところだ。元気ないね。俺でよければ話を聞くよ。実は例のナルトの渦巻ナルトの担任になりました。ナルトにどうやって接したらいいのか全くわかりません。私にはナルトを教える資格がないんです。自分が心を開かなければ相手も心を開かない。その奥に潜む九尾が私の頭の中に無理やり入り込んでくるんです。それがお前の試練だよ。試練？そう、三代目が与えたね。大地、夕飯だぞ。何やってんの。あの子と遊んじゃダメだって言ってんだろ。近丸、帰るぞ。父ちゃん、またな、ナルト。じゃあな。あ、イルカティーチャー、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだ。ナルトってさ、なんでみんなにハブられてんだ。ナルト、入るぞ。こんなものばっかり食べて。しかまる、お前はその子のことをどう思う。特に仲良くする気もねえけど、ハブるつもりもねえよ。ならお前はお前の好きにすればいいだろう。アカデミー行かねえとなると暇だな。お前を俺たちの仲間に入れてやるぜ。え、本当か。敵の忍者と戦って死体を置いてきたんだって。それを見つけて何か戦利品を持ってきたら。父ちゃんの話じゃまだ敵がいるかもしれないって。喜んだ顔見たかよ。騙されてるとも知らずに。ナルトは裏山に行きましたよ。しかまる、お前何言ってんだよ。今日は自習にする。俺にも仲間ができるってばよ。何もなければいいが。ナルト先生、何してる。早くアカデミーに戻りなさい。うるさいってばよ。なんでこんな時だけ先生面すんだ。俺はいつも一人ぼっちで、いつも仲間外れにされて気にしてくれねってばよ。だから俺は絶対に戦利品を見つけてくんだってばよ。必殺お色気の術。これって戦闘の後だ。ならこの近くに。そういや今日は何も食ってなかったっけ。ん？なんだ？これってば見たことない形だぞ。あの区内探していた密書か。そうか。一体どこに行ったんだ。この子はいいんだ。誰も俺を褒めてはくれず、認めてもくれなかった。クラスでよくバカやった。人の気を引きつけたかったから。あの頃の俺と同じだ。ねえしかまる、金貸してくれない。またかよ、お前小遣い全部お菓子に。あれ、君たちまだ授業中じゃないの。知らない人とは話はできないよ。四角さん、長座さんの息子さんでしょ。
お二人によく似てる。ナルトが裏山に死体見つけに行っちまって、それをイルカ先生が追っかけてった。これで仲間ができるってばよ。ねね、な、ちょ、ま、お色気の術、うん、な、全員女反則だってばよ。逃がすな、容赦はいらん。この森にある漁師の罠なら知り尽くしてるってばよ。ナルト、ここだってばよ。だー、気がついたか。誰だお前、黙ってそのガキを置いていけ。俺はこの子の担任だ。ナルト、しっかりしろ。死ね！ナルトは絶対に守る。しきれない。お前の教え子たちに聞いてちょっと気になってね。カルラ！何？大輝！カカシさんが言ったこと分かったような気がします。ナルトと正面から向き合おうとしていなかった。そうか、それはよかった。はい、私をナルトの担任にしてくださったこと感謝します。未来の子供たちにナルトにも伝えていきたいと思います。ナルト、お前には火の意志があるか。おかげさまのように強くなれる。ほかげ？ほかげってばそんなに強いのか。ああ、里を化け狐から守った英雄なんだぞ。英雄、よし決めた。お前の身長がこのくらいになる頃にはおかげになれるかもしれないな。本当に。Thank you.